ヴァンガードソニックもパワーアップしたぜ。へっへー、完璧になったサイクロンマグナムの敵じゃねえぜ。勝負するか。ああ、望むところ。悪いけどぶっちぎらせてもらうぜ。それはどうかな。ほう、自信満々じゃな、レッツ君は。ゴー君に刺激されてソニックに磨きをかけてきたみたいですね。ハッハッハッハ、面白いレースになりそうじゃな。レディーゴー。いけソニック。どうだ。まだまだ、スピードが乗ればマグナムのぶっちぎりさ。そうはいくか。サンダードリフトソニック。なーに、そりゃトーキスのスピンアクスの走るじゃねえか。よし、いいぞソニック。よかね。いけマグナ。可変ウィングだソニック。可変ウィング、なーに、忘れたのか。ブラックセイバーだよ。何考えてんだ兄貴。あのコーナーでサンダードリフトは効かねえぜ。ソニック、風走りだ。今度はトライダガーかよ。派手な走りじゃの。いや、いつもはあんなことはないんです。安定した堅実な走り、それがレツ君の特徴なんです。ほう、焦っているんでしょう。弟のゴー君があんなマシンを作ったもんだから。いけーいけーじゃねー。これじゃめちゃくちゃじゃねえか、レッツ兄貴。ぶっちぎってやれサイクロンマグナン。くそ、もらったぜレッツ兄貴。まだまだ、サンダードリフトソニック。いけー。レッツ君、いけ、頑張れ頑張るぞソニック。ソニックじゃねえ。こんなのソニックの走りじゃねえぞ。ソニックの走りじゃない。今兄貴が走らせてるのはソニックじゃねえ。わけわかんねえヘッポコピーマシンだ。ヘッポコピーマシン、確かにゴーの言う通りだ。今のソニックはソニックじゃない。それに比べて新しくなってもマグナムはマグナムだ。そうだ、大事なことを忘れてた。ソニックの走りを進化させなきゃいけないんだ。あ、危ねえ、レッツ兄貴後ろ。え、うわトルネード。レッツ兄貴、レッツ君、トルネードだ。やっぱりソニックじゃない。レッツ兄貴しっかりしろ。進化させるぞソニックを。